はい、トイシちゃん、今日はどこですか。今日は田んぼの、なんかね、田舎のとこかな。田んぼがめちゃめちゃあるところに来ましたね。はい、落ちないようにね。チンワ、よチンワ。あ、ほら、音がするね。鳥の音もするね、さえずりもね。神社、神社ちゃんもある。なんかいろいろあるね。どうやって寝ることすんの。行くよ、次行くぞ。やだ、そこはしない。行こう。はい、なすびちゃん、今日田んぼがいっぱいあるよ。田んぼね、神話のね、音もいいね。面白い音がするからね。はい、ねてちゃん話してください。今日の休み期間何がしたいですか。お休みの時期を使って何したいですか。うん、お休みの時期は、うん、こういうところに行きたいです。こういうところに行くの本当。うん、他には他には何かある。怖い森に行きたいです。怖い森に行くの。怖い。トリちゃんテレビ見れない。ドケビとか。トリちゃんテレビ見れない。怖いの。いつも怖い怖いって来るよね。はい、田んぼ紹介してください。何も紹介はできません。はい、こんな感じ。結構な森に来ましたね。田舎。結構な森って花がいっぱい。それとも花がいっぱいというか自然がいっぱいなところ。田舎。ボロボロですな。ボロボロになってた。ほらボロボロ。本当？田舎だよ田舎。破れた木。破れた木もあるの？すごいね。すごい。だからボロボロなんだ。バイクだバイク。しかも新型こんなウイルス。新型こんなウイルス。ね、結構人がね、やっぱこういうとこ来てるね。でもとにかく新型コロナウイルス、新型コロナウイルス、うっせんだよ。どこにも行けないからね、今遊ぶところもね。うん、しかもニュースではさ、いいものを見たいっていうのに新型コロナウイルスですとか。ガビーンだね。もう1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。そしたら面白いのみたい。そしたらもうちょっと落ち着くよ。怖い。怖いと一緒に見れないから、夏だったらいっぱいあるよ、怖いの。心霊写真だーっつって。いいの。うん、よし。ならエンジョイしてください、ね。でもその前に、うん、新型コロナウイルスがなくなってほしい。そうだね、なくなるのは大変だね。それを願い事しましょう。はい、ならまたねー。バイバイ。